こんにちはーす。中までたっぷりちはやです。100人マリオチャレンジ、難しいで遊んでいきましょう。さあ、安定のピーチ姫がまたさらわれてマリオの冒険が始まるわけですね。ステージ1、1時間切りを目標にやっていきたいけど、まあ生放送じゃないからね。どっちかっていうと完封目指していきたいですね。クリア時に100機目標。ほう、これあれだな、早く行かなきゃいけねえんだな。とりあえず入って、なんか隠れてねえの？あ、なんかあるんじゃねえの？ねえねえ、入っちゃダメなんだ。最近難しいに難しさを感じるようになってしまったんだよね。前は難しさを感じなかったんだけど。そっか、これでキノコ取れば被弾しながらいけると。 OK、 ふぅ、まずは1コスクリア。これでプラマイゼロですね。ステージ2参りましょう。ここまでは順調。まあまだ1コスしかやってねえからな。ピッペーロ、わかんない、読めない。むずいこれ順番に乗ってけってことか。結構難しそうだな。ほっほっ、じゃあ、お、生きてる。死んだと思った。なんか右にあった、確かにあった、この辺に。なあわあ、とりあえず上行ってみま。4択か。全部外れな感じするよな。とりあえず難しいやつから入っていくぞ。奥。ほう。やっぱこれ違えんじゃねえの？じゃあ、これは？うん、やっぱそうか。届くか？キラーのとこまで。素晴らしい。オッケー。これゴールじゃん。あ、ちょいちょいちょい、なんかあった。これはでもちょっと抜けんのきついかな。嘘。あ。いや、てかこっち行けんじゃん、思えば。ここはないんだな。でも、でっかい状態じゃなくなっちゃいましたね。さあ、どうすっかな。勢い。オッケー。これ踏んで、これ踏んで。あ、スリアップしとこうか。せっかくだし。ほっ、ほっ、ほっ。はっ、はっ、はい。ミスった死んじゃ意味がねえだろうよ。ぴょん。あー、食らった。オッケー。はい、クリア、お疲れ。ステージ3参りましょう。よし、ハイスコア、ボ、ナンザ。とりあえず、ティヨシザウルスコースっぽいですね。あー、卵が。なんて残酷なこと。T ヨシが出てくるんで、これに乗れってことですね。で、T ヨシを犠牲にしながら2回しか出てこないってわけじゃないんだね。よいしょー、よいしょー。 T ヨシかわいそうに。あ、一応キノコ取れますよ。ちょっと難しそうだけど。ほっ、そうか、ここに帰れんのか。 T ヨシザルスムンチャクッパスがマリオの公式なんですよね。公式の、正式の、公式の、嘘！ピンポンパンポーン。これでも難しいよな。どうしよう。ほっ、オッケー。ん？これはこう言って、こう言って、こう言って、ピョンス、ピョンス、ピョンス。あー、届かなかった。あ、でもまだ。これは死亡じゃねえんだ。ティヨシザウルスムンチャクッパスが公式の正式名称なんですよねー。届いた。入れる？入れないよね。でもせっかくなんで行こうか雑食プレイを打つあ、やばい、これ死ぬんじゃね。そんな。 OK、 到着。さあ
ってくるだけ。言った意味があんまなかったね。何かがあるわけじゃない。お、なんかありましたね。一応確認。これあれかな、ボーナスコインみたいな、ボーナスコイン的な。 OK、 一応行けなくはないか。よっしーっていうか、マリオが浸からなければ大丈夫なんですよね。動きちょっとのろくなるんですけど、マグマ入ると。おっと、よいしょよいしょ、ドン。道をどんどん作っていってあげないと簡単には進めないぞ。お、さーだーゴールだ。さーだーまさしー、これごといかないとダメだったんですね。ステージ4参りましょう。 By our powers combined。 ちょっと意味は分かんないですすいませんとりあえず羽取りに行こうか。でも取れないっすね。何があったら取れる？ファイヤー？ファイヤーっても取れないよね。とりあえずでもファイヤー状態にはなれないか。あれ落ちてこないもんね、結局ね。じゃあこれは？復活すんじゃん。この状態でさ、コイン状態になってるから、これでコインが落ちてきて、OK、これで取れるよね。これでファイヤーが取れた。でもファイヤーが取れてどうなる？まずはでも強化。ファイヤー状態になって、で、なんだ？でもこれ倒す、あ、そっか、出てこれるのか、一匹倒すとね。なるほど。これで羽状態になりました。羽状態からの、メットのとこだっけ？メットのとこ行って、ドン。これで倒して、あぶねえ。羽が出てくるんすよ。まあ、ここでこうなるわけじゃん。こうなるわけじゃん。こういって、ここでファイヤー取って、ここに乗って、こいつ倒して、これで道ができるから、これで羽取って飛べるようになります。OK ですね。はっ。よいしょ。やったー、上行けたー。こうか。ボム兵が、ここをぶっ壊してくれて、メットかぶれた。やったー。で、こんまま、スターのところに行って、これを上に持ってかなきゃいけないけど、オッケー、行けた。スター取れました。この上は何かあんのかな？よいしょ！おお！ここで緑の悪魔。これで、倒して、上に上がって、上は何もねえんだな。土管入って、ようやく進めた。中間！バーイ！サービスステージだ。さあ、やり直しですね。最初から行きます。まずは、羽、メット状態。で、ここ来て、上に押し上げの、食らいつつ、上に上がり、降り、爆破、T 押しゲット、OK。ここまでは順調。で、持って、これかぶりながら、ファイヤーを口に含みながら、P ドアに入って、P 用のドアに入って、で、ファイヤー状態になりの、ファイヤーでブロック壊しの、P 押してもらいの、まずは羽状態になって、スター確保して、カロン部屋に入り、おっと、ほっ。ここでスターになって、こいつら倒して、助走しっかりつけて飛ぶ。オッケー。で、上の花ちゃん食べ、下の花ちゃん食べて、下に降りると、爆発します。カロンが上に来ます。これ食べます。からの、パウ部屋に入り、
こいつらを倒し、これでパウのあれを壊してパウゲットして、ゲットして、この後どうすんの。あ、わかった。これはファイヤー状態になんないとダメだね。だね。パウを置いて、ファイヤー状態になって、ダメだ。さらに P も押してきてもらわないとダメだ。P 部屋に入り、P を押してもらって、で、持って間違える。よいしょ。この中入って、バウってやって、コイン落として、俺はここに待機。で、コインが消えたら、叩いて殺して、あ、でも、羽がねえと。これどうなるっけ？リセットされちゃうんじゃね？確認する。なんかリセットっぽいよね。ですよねー。あ、でもあれが、コインがなくなってる。ということは、倒せればいいんだから、今度パウがいらなくなって、こうなって、こうなって、こうなりーの、押してもらいーの、ドカン入りーの、お、あいつ、緑の悪魔出すのか。倒しーの、これ問題は、羽取らなきゃいけないんだけど、あ、上の方で覇気は降ってくるから。あ、ちげえんだ。これ、右に行くんだ。入った方向に行くんだ。これで、飛び、やったー！はい、ゴール！じゃあ次のコースですね。ボンゴリアン。鬼畜大好き。とりあえず上行きます。なんもね、時は思いっきり右に飛べ。オッケー。ブクブクか。助かった。一応道はできるのか。下でもいいのかな。お、下正解。オッケー、クリア。ウォーシップサーガ、どんなゲームだ。敵戦艦をうがて弾幕射撃、もう一丁。世界の覇権を握るのは俺だ。行くぜ、ぬるりと。